法欧殿は1893年のシカゴ万博で日本が陽動院法欧道をモデルに建築した建造物。法欧殿とアメリカ間。日本ではアメリカ間に配慮して高くない建物である法欧殿を建築した。シカゴ万博会場の長官図。中央の島の右側に法欧殿がある。 鳳凰殿に隣接して建設された日本の茶店1895年にまとめられた臨時博覧会事務局報告によると鳳凰殿は世界博覧会という後期を捉えて創刊、雅美麗な建築物を披露し日本が東洋の一大帝国であることを示すという意図で建築された三棟続きの建物で正面は江戸時代の豪華さを 当時の諸校の邸宅や江戸時代の大名の邸宅を模して約二十坪の面積で表現していた。左右はそれぞれ約十坪の面積で右側は室町時代の簡潔さの趣を書院と茶室で表し内部の間取り形状も室町時代の様式を模していた。左側は藤原時代の華社風流を表し宇治の鳳凰堂に基づいていた。鳳凰殿の内部には 図画、山水画、襖絵、天井絵など多くの装飾、調度品が廃棄されていた。そのうち、高村幸運による精細な鳳凰の彫刻を施した乱馬の一部が分割され、今でもシカゴ美術館に2点、イリノイ大学シカゴ校に2点所蔵されている。装飾品、調度品の制作に携わった主な芸術家は、小瀬小石、川端玉将、橋本画法、 カノトモノブなど多数で、臨時博覧会事務局報告に、その一覧と制作者が記されている。しかし、そのほとんどは現在では失われ、行方が知れないという。鳳凰殿のステレオカード。反転姿の男たちが整列している。鳳凰殿の設計は、東京美術学校に一任され、大倉喜八郎が創立した日本土木会社が建設に当たった。 1893年9月には日本から職人、専門家25名が渡米し現地での作業に当たった。1893年10月19日、シカゴの建設予定地で日本で行うのと全く同じ自陳祭が行われ、技師長の車あっさみちが乗りとを朗読した。周囲に締め縄を張り、事務官はフロックコートにシルクハット姿、その次に職人たちが整列した。 大工、飛び職人らは、日本土木会社の反転を着ていた。この地震災の様子は、シカゴの人々には見慣れないもので、多くの人が見物に訪れ、新聞雑誌でも取り上げられた。これ以降職人たちの仕事ぶりや徐々に完成する、日本建築の様子が、当時のシカゴの人々の関心を呼び、あまりに多くの見物人が訪れ工事の妨げになる。 ほどだったため周辺に立ち入れないに対策されたという。法王殿が完成した時に職人たち21人が法王殿の前で反転姿でポーズをとっている写真が今でも残っている。1894年3月31日落成式。落成式はちょうど1854年3月31日の日米和親条約から40年目に当たる日が選ばれ、 博覧会総裁のパーマーシラ含め300名以上が招待された。落成式の様子は臨時博覧会事務局報告に詳しく記載されている。万博跡地のジャクソン公園内にある日本庭園。万博終了後、万博の跡地はジャクソン公園となり、鳳凰殿はシカゴ市に寄贈された。山田久美子の論文、シカゴ万博と鳳凰殿によると、その後の経緯は、 以下の通り、シカゴ市に寄贈された後法王殿は、アレルに任されていたが、1935年に、市の土木化によって2万2000ドルかけて修復された。真珠湾攻撃まで、日本人業者によって、茶店が営業されており、戦争中は、公園事務局によって、倉庫として使用されていた。1946年6月、火災により一棟が消失。 1946年10月13日、現地の少年2名による放火で、残りの二棟も炎上。一棟が焼失し、もう一棟も屋根が焼けた。山田は個人的見解として、美術や建築の専門家が管理しているわけではない。公園内に建てられた木造建築を管理するのは難しく、いたずらによる放火のために焼失であり、戦争による 反日勘定のための焼き打ちではないとしているが、真相は不明である。1992年、鹿児島市の姉妹都市である大阪市により、ジャクソン公園内に日本庭園が再整備され、鹿児市により、大阪ガーデン、大阪ガーデンと命名された。2013年、万博終了から120年を経過した節目にあたり、 高欧殿の跡地で日米の交流促進の目的で120本の桜の植樹が始まった。この計画は現在生えている木のほとんどを伐採し、代わりに桜を植えていくものなので、渡り鳥の生息環境を壊してしまうのではないかと懸念されている。2014年に大阪ガーデンからザ・ガーデン・オブ・ザ・フェニックスに改名された。ありがとうございます。